検証シリーズ、検証シリーズ。はい、どうも、シンガーソングライター系 VTuber 元住吉奈々です。ちょっとカメラの位置がね、もうあれなんですけど、ずらせないからこのまま行こう。椅子がね、ちょっとテーブルより今セットアップ上後ろに引いてる。まあいいや、そんなことはいい。で、今日はギター掛け取りエフェクトを全部外したらどうなるのかを検証したいっていう話をします。なんだこれっていう話なんですけど、いや、ギターまずそもそも掛け取りって何よっていう話なんですけど、よくさ、PC の DAW にギターを、取るときに、まあ、オーディオインターフェースにさ、まあ、何、PC に付属のものかもしれないけど、内蔵されてるものかもしれないけど、とにかくさ、オーディオインターフェースにブスッと挿して、で、ギターをね、シールドで、直で挿して、で、そのまま DAW で取って、で、DAW の方で、なんか、何らかの、何、アンプシミュレーターとかで、音作っちゃう、みたいな方法が、まあ、一つあるじゃない？で、もう一つ、掛け取りって言って、いや、その前に、オーディオインターフェースに行く前に、エフェクターをかませてね、で、オーディオインターフェースに入れて、ダウで取るっていう方法があるんですよ。で、まあ、両方、パラボックスとか使って、2トラック同時に取っちゃうっていう方法とかもあったりします。で、なんだろう。まあ、まあなんだ。かけないで取ると、まあ、後で変更する自由度が高いっちゃ高い。うん、まあ、ある程度高いかな。だし、エフェクト先にかけすぎると、まあ、それなりにこう変更しづらくなっちゃうんだけどさ。元住吉七尾はですね、これ、ある程度かけ取りにしてます。理由は、一つはめんどくさいっていう、のもあるし、あとはインピーダンス問題って言って、今ね、ギターから出力される音ってね、ちっちゃいんですよ。で、オーディオインターフェースが、求めてる音っていうのは、普通はなんか、キーボードから出てくるような、キーボードってさ、基本的に電源がつながってるじゃん。だから、まあ、簡単に言うとパワーが強い音なんですよ。まあ、でかい音が鳴ってくれる。ところがギターって、普通のエレキギターってあんまり、なんていうの、大きな電気信号は出せないのよ。なんでかっていうと、パッシブって言って、なんていうのかな、コイルの誘導電流がそのまま流れてくるだけだから。科学的に言うとね。普通の一般人にわかる言葉にするのが難しいんだけど。まあ、とにかく音がちっちゃいと思ってくれればいいよ。ギターは。マイクもそうなんだけど。まあ、その時に、まあ、ある程度ボリュームを、エフェクターをかますことで、エフェクターって電源が入ってるじゃん。電源が入ってるってことは、ボリュームがでかくなるってことなんで、まあ、それで、大きくしてあげることで、オーディオインターフェースが、あ、こんぐらい大きいと助かりますわってなるわけ。ちっちゃい音だと、いや、こんなちっちゃい音だとちょっと大変なんですけどってなるんですけど、大きな音でね、くれると、ああ、助かりますってなるんです。まあ、なので、オーディオインターフェースに、ちょっと楽してもらうためっていうのもあって、エフェクトを掛け取りにしてます。でね、なんですけど、まあ、これどっちがいいのか論争。まあ、両方取っとくのがベストっちゃベストなんですけど、でも、両方取るのもさ、パラボックス通すっていうことで、それなりになんか音質の劣化とかあるんじゃないのって気もして、なかなか難しいよね。で、元住吉の青のセットアップは何か、どんな感じになってるのかっていうとですね、二つ刺さってます、エフェクトが。
一つがボックスのバルブエナジーシリーズの中から、ミスティックエッジっていう、やつミスティックエッジってやつがかかってます。でこれはですね、なんだろうな、アンプシミュレーターアンプシミュレーターです、いわば。なのでなんだろう、アンプがシミュレートされてますなんでキャビネットシミュレーターをオンオフとかできるんですけど、プレアンプのシミュレーターとか、プレアンプのシミュレーターはなんか変だな、プレアンプモードとして、使って使うこともできるんですけど、まあ、戻すべよしなのはもう全部キャビネットシミュレーターも入れた状態でつまりアンプから出た音を録音したような風の音作りになってるっていう感じね、ですね。でその後にアマテラス0001という、謎のパッシブな箱があってまあこれを通すのに実は、エフェクターをかます必要があって、まあ、それでローインピーダンスにしなきゃいけないみたいな話はあるんですけど、だこれがなければ別に個人的にはあれでもいいんだけど掛け取りじゃなくていいんだけどね、はい、まあそんな感じで掛け取りになってます。はい、まあこれ何かっていうとただのトランスですねなんかコンプレッションがかかるっていうわけです。あとは何、ダウ側でかけた後に、掛け取りではないんだけど、何やってるかっていうと、ユージャムのフィニッシャーブードゥっていうので、なんか、適当に処理してるっていう適当ってなんだよ、みたいな感じですけど。こんな感じ。で、これを刺したり、刺さなかったりして、どう音が変わるのかなっていうのを、まあ、個人的にもちょっと気になるし、検証してみようかなっていうのが、今日の動画です。OK。なんか、最初が長かったね。予想としてはね、戻すべよし7を予想は、ダウ側のエフェクターとか派手なので、ほとんど変わらんのではっていう、身も蓋もない、あれなんですけど。いっか。じゃあやってみます。というわけで、ロジックを立ち上げます。まず、いつものセットアップからいきますか。こうかな？あ、電源が入ってない。よいしょ。よいしょ。まあ、こんな感じ。ちょっと歪んだ音になってますね。ゲイン、下げちゃおうかな。大きいかな。まあいいか。ちょっと大きい。うん。こんぐらいにしようか。あ、これで撮ってみます。どうしようかな。まあ入れた方がいいか。はい。じゃあ。適当にバックトラックも書いたんで作ってあるんで撮ってみますね。あ、間違えたあ、どうだっけ。途中が分からん、半分のサイズにしようと思ったら分かんなくなった。ここだ、ここ。ごめん。グダグダだな。行きましょう。こんな感じ。
これが スノードですね。まあ NNS チャンネルは通ってるっていう感じのスノードですね。はい、これが あのいつものボックスのエフェクトを通ったことでございます。ああ、なるほど。じゃあ次はこのセットアップを変えて、ブチっていうかこれを外して、これを外して、うん、これを外して、で、ここに、ひどいですね。ここにこれを、うにゃって刺してあげると。そうすると、まあ、だいぶ音ちっちゃいんですね。まあ、いいや、弾いてみましょう。こうね。なんか下手だったな。ちょっと待ってね。取れてない。すごいちっちゃいんだ。この味。まあこれでもまだちっちゃいね。この音を下げてあげれば比較できるかな。え、むしろ LINE の方が良くない？LINE の方がっていうか、かけてない方がいい気がしてきた。何もかけてないし、今。これがさ、あの、ボックスのあれをかけた状態の音ね。で、対するこっちが、ライン直の何も通ってないエフェクト通ってない音です。いやーどうだこれ。ブーデューかけてみましょうか。ブーデュー何がいいんだろう。バッキングロックって書いてある。なんだろうな。リードハイゲイン。これでいってみようか。こっちも、イニシャブルで入れて、まあ、適当に作ったあれだと思うんで、いいかどうかわかんないです。まず、エフェクトいつもの掛け取り。まあ、こんな感じですよ。対するエフェクトなしで取って DAW 側でエフェクトかけるやつ、同じエフェクト。はいはい、わかりました。予想通りじゃないですか、これ。予想通りじゃないですか。あの、ダウ側のエフェクトが派手なので、ほとんど変わらんっていう結論に到達したのではって思いました。はい。で、むしろ、クリーンなエフェクト通ってない音は、直差しの方が、
オーディオインターフェース直の方が酔いの出はぐらいの酔いの出はぐらいの気もしてきましたね。はい、そんな感じですということでただ音が大きくない、ちっちゃいので、まあ、そこを持ち上げるために、まあ、ノイズが多くなったりする可能性はちょっとあるかもしれないけど、まあでもノイズが乗る経路がね、変わんないか。オーディオインターフェースの中でノイズが乗らない限り変わんないですね。うん、そんな感じ。なんか参考になったかな。依頼とか相談とか質問とか募集してます。スケブでもスケブもやってるんで、あのなんかなんでもなんでも依頼してくれるとなんか適当にやります。ですね。はい、じゃあおやすみよし、バイバイ。